希望とは言語学、文法の用語の一つである。行動などへの願望、欲求を表す表現法。特に日本語の助動詞、対、たがるを用いた形式について言うことが多い。日本語においては自分の動作に対する希望を動詞に引対、ひくたい、ひくたがるをつけて表現する。ただし、両者は用法が異なる。ひくたいは主観的な希望を表現し、 ひくたがるは、希望を示す、客観的な行動、様子を表現する。前者は、主体が一人称、または二人称の場合に、後者は、主体が三人称の場合に使うことが多い。二人称に対する一人称の希望を表すには、マイナスされたいという表現が用いられる。その他、形容詞、欲しいとそれから派生した動詞、欲しがるが使用され、物事を所望する場合は、 体が欲しい、他者の動作に対する希望は、動詞の手形、欲しいなどのように表現する。これは、感覚、感情を表す主観的形容詞に対してのと同じ派生形式である。形容詞に対しての場合は、痛がれ、厚がれなどと命令型が存在するが、動詞に対しての場合は、読みたがれ、動きたがれなどの命令的な表現はあまり使われない。体は、歴史的には、 中古から現れるが、万葉集にもわずかながらそれらしい用例がある。語源的には、イタシに由来すると言われる。たがると、使い分けされるようになったのは金星である。さらに古く同じ意味に用いられたのは、動詞の未然型に接続する助動詞、マホシュである。これは、幕星の短縮形であり、助動詞、無の名詞形、幕に星がついた形に由来する。 動詞としては、ホッスがある。これは主体に関わらず、主観的な希望を表すのに用いられる。動詞、よくるの連用形、ホリに動詞、巣がついた形、ホリ椅子に由来する。琉球語のいくつかの方言では、いたし、由来形式と、星由来形式が並存して使い分けられていることから、上代以前の日本語にも、このような両形式があったのではないかとの説もある。 他の言語では、希望するという動詞を用いる場合が多く、特に英語など、ヨーロッパ言語はいずれも動詞を用いるので、対、欲しいなどの形容詞を基本とする日本語とは対照的である。話者の希望の表現には、直接法でなく、接続法などを用いることもある。古代ギリシャ語やサンスクリットなど、古いインドヨーロッパ語では、希望を表す専用の表現として、 気球法が用いられる。サンスクリットでは気球法と別に基本同士から派生した意欲同士も用いられる。ありがとうございます。